はい、皆さんお久しぶりです。コンサドレ応援する山口家です。本日はね、北海道のね、宮の沢にいますね。ということで本日はね、あの宮の沢のね、コンサドーレのね、練習場の練習見学に行こうと思います。試合見に行くけど練習見学にはね、行ったことないって人いっぱいいるんじゃないでしょうかね。そういう方々のためにね、まあ今日練習見学の仕方といいますか、まあ楽しみ方とか、あとまあ周辺のね、こういうコンサの関連のところがあるよとか、まあどういう楽しさがあるよとかね、そういうのをねお伝えできたらなと思います。まあ、場合によってはね、試合ぐらい楽しいみたいなこともありますからね、人によってはね。ということで、最寄り駅は札幌市営地下鉄東西線終点の宮の沢駅です。宮の沢駅にはこのようにあのバスターミナルとかもございまして、私は本日地下鉄で来たんですけど、結構札幌近郊からはバスで来る方々も多いと思います。外によりさらに北にあるからね、ちょっと遠いんだよね。そしてここの宮の沢駅から白い恋人練習場まではだいたい徒歩10分以内ぐらい。もうね、見えてるんだけどね、あそこにあの白い恋人パークってあるじゃないですか。あの白い恋人パークの隣にありますね、練習場。本日4月末なんですけど、気温は10度、めっちゃ寒いんで、練習って大体2時間ぐらいあるんで、寒さ対策なんてものをしてきたらいいと思いますよ。そしてコンサドーレの練習はね、10時からなんですけど、今8時半ですね。だいぶ早く、1時間半ぐらい早く来てしまいました。しかしね、この宮の沢駅には、まあ、ここに声優があるんですけど、まあ、声優もあるし、ここにね、チエリアっていう障害学習センターみたいなところがあって、下にね、そこですね、タリーズコーヒーもありますので、まあ、1、2時間ぐらい暇つぶすことも可能ですね。まあ、コンサドーレは練習見学をね、一般の方にも開放してるんですね。他のチームとかだと、まあ、会員さんしかできなかったり、まあ、あと完全に非公開とかいうチームもあるので、まあ、そこはね、かなりサポーター的にはメリットかなと思うので、ぜひ練習見学ちょっと行ってみてほしいですね。地下に来てみたんですけど、このようにマクドナルドもあるし、宮古市コーヒー屋みたいなところもあるし、なんか結構ね、暇を潰すスポットは充実してそうですね。ここにね、あのスガモールっていう非常に我々のコンサドーレファンとしてはなんか馴染みのある名前の、お洋服屋さんがありました。あ、ラーメン屋もあるじゃん。美味しそう。バターコーンラーメン、カニが入ってる、カニちゃんぽん、これめっちゃ美味しそうですけどね。本日はね、あの周辺のお昼ご飯屋さんもね、紹介していければなと思ってるんですけど、コンサドーレファンならね、絶対に行きたいあのお店に、行こうと思ってるので、ぜひね、動画最後まで、ね、見てっていただければ幸いです。お、なんかこんな看板があった。ウェルカムトゥートレーニングフィールドオブ北海道コンサドーレ札幌、宮の沢白い恋人サッカー場まではここから、ドーレ君が示すアディショナルタイムのようなね、感じですけど、7分で着くらしい。宮の沢駅から、まあ、隣接というか繋がってるんですけど、障害学習センターチエリアはね、まあ、こんな感じで結構ね、どでかい立派な施設ですね。大ホールとかもございまして、まあ多分コンサの練習見学しに来るんだったらね、まあここ自体に用事とかはないと思うんですけど、まあ会議室とか映像室とか研修室とかそういうのばっかりなんでね、まあ、用事があるとしたらね、ここのタリーズコーヒーぐらいかなと思います。さっきからね、やっぱりこの白い恋人パークへのね、誘導がすごいということで、まあこれに従っていけば最短経路で行けるんでしょうね。ということで、これにね従って白い恋人パークまで、ね、歩いて行ってみようと思います。次進め、アワレガシー、アワフューチャー。ということで、白い恋人パークの練習場に向かっていきたいと思いますが、ここからスタートしますね。で、まあもう見えてるんですけどね、あ、ここに、コンサドーレの自販機がありましたけれども、まあ、特にコンサドーレの商品が売っているわけではなくて、しかしこの売上金の一部がコンサドーレの強化資金になるようです。ドーレくんデザイン、ぜひね、ここに来た人はガラナを買ってってほしいかなと思うんですけど、ガラナないな、ガラナない。でもこれは北海道限定の確か飲み物だわ。寒いんで、あのもう防寒対策ということで、帽子とタオマフを今してますけれどもね、なんかここら辺風が強いんですよね、いつもね。夏は非常に涼しくていいんですけどね、まあ我々はいいとしても選手の皆さんは大変そうですよね。まあ、本当にね、さっきのチエリアを出れば、ここをまっすぐ行けば練習場に着く形になります。まあ、目印はこの石井スポーツとか洋服の青山とかにすればいいと思います。
さてさて、ここが白い恋人パークですね。コンサドーレ札幌のオフィシャルトップパートナー石屋製菓さんのね、お店に代表的なねお店になります。ここね、まあ、実はいろいろあってちょっと後ほどまた紹介しますが、まあ、工場もありレストランもあり、ちなみにここの営業時間は10時から、17時なので、ちょうどコンサドーレの練習がね始まるぐらいにスタートするという形ですね。今扉は固く閉ざされています。練習場はと言いますと、ここが白い恋人がパークで、こっちが練習場ですね。もう一回整理しますと、こっちが白い恋人パーク、そして道路挟んだこっちが宮野沢の練習場ということになります。これだ、宮野さんの練習場にはね、オフィシャルショップの株式会社コンサドーレのコンサベースというところがありますが、ここは結構やってない日がいっぱいあるので要チェックしてから行った方がいいと思います。ということでちょっと入っていこうかな。ちょっとまだ開いてないっぽい。練習にはこのコンサドーレのエンブレムがありますね。ちょっと中が見えますけれども、まだ開いてないです。オフィシャルトップパートナーのね広告がいろいろありますけれども、やっぱ毎年の常連ですね。この企業の方々に、コンサドーレは支えられております。ありがとうございます。ちょっとまだ時間があるっぽかったんで、この練習場周辺をぐるっとね一周してみたいと思いますね。この練習場はあのロードヒーティングがあるらしいので、ある程度ちょっとだけ雪が積もったからといってもすぐ積もるわけではないんですね。あ、ここにもまたコンサドーレの自販機がありました。ちょっとこっち側に来てみたんですけど、ここには宮野沢ふれあい公園というところがあった。で、結構ね面積の広い立派な公園ですね。まあ、芝生がいっぱいあるからここでもサッカーできるね。宮野沢は何があるかといったらこの山々がありますからね。結構綺麗ですよね、ここから見る山。さっきあそこが入り口だったんですけど、今こっち側に来て見てますね。この公園から、見てるんですけれども、こっからも見やすいですね。練習見学ここからするのも全然ありかなと思いますけどね。今練習開始の20分前なんですけど、20分前にようやくこの門が開きましたね。ここから入っていく感じだと思います。それではお邪魔します。なかなかねこんなに近くで選手たちを見ることもできないですよ。今選手たちはいないんですけど、基本的にここにガーって全部席が座席がねこういう座席があるんですけど、練習見学は別にこの中のどこでやってもいいという感じです。そして、ね、あの規約をそのまま読むんですけど、チーム戦略上重要な情報となりますので、実際に受けたチームの情報について個人ブログ SNS などでの情報発信をお控えください。また練習中の撮影は選手などに許可の欲しい動画をご覧ください。ファンサービスなどの選手の交流につきましては昨年同様透明な間違いさせていただきます。ということで、まあ、選手たちがね来たらこの動画はね私も撮れないんですけど、まだ15分ぐらいあるのでこの場内をある程度紹介していきたいなと思います。いや、にしても立派な練習場ですよね。環境は結構いいですよね。山を見ながら練習できるというか、自然豊かな北海道らしさを生かしているという形ですが、そしてなんといってもね練習場に来たらこれ見てほしいのが、チームの発足年からずっとこうやって選手たちの集合写真とかがねバーッと載ってる感じですね。96年とかからありますからね。私知ってる選手全然いないな皆さんは知ってる選手多分いっぱいいるんでしょうけど、これ背番号0番ってことか。0番なんて背番号あったんだ。これぜひ見ていってほしいですね。多分私がねコンサドーレ初めて見に行ったのが2005年ぐらいだった気がするんですけど、そうそうそう、めっちゃ覚えてますね。林拓人がゴールキーパーだった時で、柳下監督、ヤンツー監督で、そう、フィジカルコーチが庄司さんだったのも覚えてますわあ、カズーとかもいるし、スナさんもいますね。でこうやってねコンサドーレの歴史をたどることができる場所ですので、ここはすごい楽しいと思います。そしてこちらもそうですね、俺たちの誇り赤黒の勇者、北海道コンサドーレ札幌のチャントでね今でもずっと歌われてますが、俺たちの誇りってやつですね。お、こんなところに月間スケジュールみたいなのがあった。こんなのも載ってたんだ、これ知らんかったな。本日はこの日ですね。あ、これか、4月27、あさっては横浜 FC との試合です。5月はまあルヴァンもとかもあるし、ゴールデンウィークは2連戦ということがあるので、結構試合多いですね。5月は頑張ってほしいです。あと10分ぐらいで練習始まりますね。こっちに見学者用のお手洗いとかがあります。もうここに来るとね全部自販機はこのコンサドーレカラーといいますか、そんな感じになってきますね。なんかレストランオールズって言われるんですけど、この上かな、レストランもあるんだ。ここに知らんかった。コンサドーレ札幌のメモリアルタイルということで、これあれですね、自分の名前をこの12っていうのはサポーターの背番号ですけれども、ここに書いてここに展示することができるらしい。
あ、コンサドーレベンチだ。ドーレくんのベンチがある。だいぶ近づいてきました。でも全然ね、この距離でも練習を見ることができますからね。もうそこに座ってもいいわけですから、今日私はどこに座ろうかな。選手はね、そこから出てくる感じですね。いつもコロナ前とかはファンサービスとかが可能だったんで、実際にここからとぼとぼ歩いてて、そこでサインもらうとかができたんですけどね。一応こっちでもちょっと遠いですが練習見ることできます。ここの席はね、結構豪華と言いますか、机とかもついてていいですね。ゆっくりできる。あのレストランオールズってここにあるらしい。あ、こっから見てもいいね。ちょっとさすがにもちろんあそこよりは遠いけど、あの全体をバーって見渡せるから、ここもめっちゃいいかもしれん。そしてこっちがね、コンサドーレの事務所とつながってるんですけど、あ、閉鎖してるわそこ。というわけで宮の沢のね、練習場はこういう感じです。まあ、あとはね、選手が来るのを待ってで練習見学をねしていくという形ですね。だいたい2時間ぐらい練習見学あります。別に入退室自由ですので、好きな時間まで好きな時間から見ていただいて大丈夫という形になりますね。先ほども言った通りで、あの選手の A とかはまあ映さない方がいいんで、ちょっとねそこは控えさせていただきます。はい、まずね、宮の沢の練習場に研修見学に来たらね、ぜひ寄ってほしいところナンバーワンなんですけど、まあ、このね隣の白い恋人パークですね。ちょっと今回はがっつりは紹介しないんですけど、軽く紹介していきたいと思いますが、まずはね、ここちょっとまだシーズンじゃないので花が満開には咲いてないですが、この外観を楽しんでいただきたいなと思っております。すごいですよね、なんか異国に来たみたいな感じ。まさかここが北海道ではないでしょう、間違いなくイギリスのような感じ。このバスとかもね、入れんのかな。あ、入れる入れる、入れたわ、すごい。そしてこの白い恋人パークの中なんですけど、無料で入れるところもあるので、ぜひそこはね入ってみてほしいですね。ここだ、新加入選手とかが、ここでよく写真を撮ってますね。あのスパチョーク選手とかも写真撮ってましたね。登ってみよう。ここは無料で入れるゾーンなのでね、ぜひみんな入ってみてほしいですね。でも個人的におすすめなのがここのカフェ、まあ、何がおすすめかっていうと白い恋人ソフトがねおすすめなんですけど、寒くてね、本当はアイスなんてね絶対食べたらダメなんですけど、寒すぎるから。でもやっぱ白い恋人パークに来たらね、白い恋人ソフトクリームを食べないと始まらないので、これを食べていきたいと思います。これめっちゃうまいんですよね、まあ、いいアイスは早く溶けがちってことなんですけど、もうすでにねもらった瞬間から溶け始めてはいますね。うまい。なんで北海道はこんなアイスがうまいんでしょうねってぐらいね、どこのアイスもうまいけど、ここも特別ですわ。ライブ中継かと思ったらそんなことはなかった。これもコンサドーレの関連商品っていうのもここに売ってますね。まあ、特にここ限定みたいなものはないんですけど、まあ、ぜひねここで買うのもありやと思いますよ。というわけで今10時半ぐらいになったんですけど、まあ、練習開始は10時からで、30分ねちょっと遅れてるんですけど、そろそろ選手たち来たかなっていう感じがするので、見に行ってみたいと思います。まあ、大体ね練習開始は10時って書いておきながら、選手が来るのは10時半ぐらいなんですよね、いつもね。時間ぴったりに来たいって方は10時半ぐらいをね目指していくといいと思います。今の選手たちの姿を、が出てくる姿を見ることができました。それではただいま10時半ですが、練習見学開始ということですね。次進め、アワレガシー、アワフューチャー。はい、というわけで今練習見学が終了しました。しっかりとね居残り練習まで見ることができるのも醍醐味ですね。だいたい2時間ぐらいで終わりましたね。2時間ぐらいで終わるということは12時半とかお昼時に終わるということで、この足でね大体の人はお昼ご飯食べに行くと思うんですけどね、そこでねおすすめのというか、コンサドーレサポーターならここに行けっていう、あのリレーションシップパートナーのねお昼ご飯屋さんがあるんですけど、まあコンサドーレの選手もねよく行くという噂のあのお昼ご飯屋さんにね今から行きたいと思います。私も行くの初めてなんですけどね、今から行く店は。はい、白い恋人サッカー場から宮の沢駅に戻ってきましたけれども、その例の店というのはここにありますね。本当に宮の沢駅から徒歩2分ぐらい目の前、こちらの餃子と中華包み人さんというお店です。やってるかな。あ、やってるわ。すごい、初めて来た。
何度もねこのなんか映像というか画像は見たんですけど、入っていこうかな。今回は餃子ランチセットにしたんですけど、この餃子ランチセットがプラス100円で赤黒のね福盛り餃子というのに変更できるらしい。その他にも、まあ、ランチはねこういう唐揚げとか、まあ、中華料理が多いですね。この福盛り餃子は単品で注文することもできます。そしてご飯物の中でのこのガーリック豚キムチチャーハン、これがね結構美味しいらしい。アラノ選手がこれガーリック豚キムチチャーハン大好物らしいです。ということでね、包み人さん行ってきました。すごい美味しかった。なんか餃子味を伝えるのは難しいんですけど、あれ系の餃子の味を初めて食べたかもしれない。結構私餃子好きとして有名なんですけど、なかなかねすごい美味しかったです。私の中のランク上位に入るかなと思います。次行った時はねガーリックチャーハンとかも食べたいなと思います。まあ一個驚いたのが、あの包み人さんの店主さんがなんか私のチャンネルをよく見てくれてるようで、なんか最後の方に声かけていただいたっていう、非常に、ね、ありがとうございます。なんか多分この動画も見ていただけると思うので、また改めてお礼させていただきます。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。練習見学ね、こういう感じで行くという形になりますね。ぜひね来たらねこの宮の沢、まあ、聖地宮の沢と言ったらいいんですかね、楽しんでいただければなと思います。ということでこのチャンネルでは北海道コンサドーレ札幌についての情報を発信しております。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは。